仕事が短かった。発生した。Thank you.
覚えたってこと。あれ、木島さんどこ行ってたんですか？
次で最後の曲です。大原さくら子でした。ありがとうございました。伝えたよ大きなサンキュー、君に出会えてよかった。こんな私だけのよろしくね、いつでいつか好きだ